村岡の c o オはいということで今回もこの方に来ていただきました幻統者編集者の箕輪康介さんに来ていただきましたありがとうございますありがとうございますということで、はい、今日はですね箕輪、うんまあ、さんといえばというかですね、うん、やっぱり半端ない人脈、うんだうん、誰でも知り合いなんじゃないかっていうぐらいのイメージなんですけど 多いよね。編集者だからね。<laughs> ああ、なるほど。編集者ってさ、<laughs> うん、あの、仕事、他の仕事って仕事の受注関係があるから、じゃん、うんうん、基本。うんうん、だから、業界も限られるじゃん。全く関係ない人と仕事することないから。確かに。同じ業界の指令ばっかになっちゃいますよね、うん、普通。そう。だから、編集者は、オリエモンとかサイバーの藤田さんと仕事することもあれば、うん、ガーシーさんとか、ガーシーの、くれ幅がすごいですよね。ヨザーツバさんとか、 あとはアスリートとか、<ー>芸能人とか、全部、あの、一戦で活躍してる人は全員対象だからね。これだからすごいこう、うん、貴重な体験ができるというか、そうね。なんか見え、うん、共通点が見えたりとか、うん、うん、それはあるかも。ありますよね。うん、いや、この人脈ってこう、 謎の言葉がやっっぱりあって箕輪、うん、さんが言っている人脈、まあ、言ってないかもしれないけど人脈と、うん、まあ普通のいわゆるサラリーマンのいる人脈あ、うんうん、よくあの僕質問来たりするのが、うん、なんか人脈がないと社長になれませんかとか、うん、<laughs> あのどうやって人脈を作ればいいですかって来るときに。うんうん 作んなって言ってるんですけど。まあそうだよね。<laughs> まあないからね,ね。聞きたいなと思ったんですよね。うん、その多分言わんとしてることと全く俺も同じだと思う。はいはい、うん。この、サラリーマンの、て、うん、か人脈って作るとかじゃないってことで。なんか言い方むずいんですけど。お互いが必要だと思い合ってないと、それは人間関係として成立してないから。うわ、もう一発、今の一行で片付いてますね。うん、そうそう。だから、 いや、そうなんですよね。よくさ、誰々と会いましたとか、だから一番ダメなやつは、あの、ツイッターとかのアイコンで、うん、あの、ホンダケースケとか、<laughs> あの、なんだ、<laughs> ホリの写とか。一緒に撮った時の写真を待ち受けにしてる人は、もう、は、滅んだ方がいい。まあ、それが、好きな、好きならいい、別にいいけど、<ー>基本的には、相手もしてるなら別だけど、 まあ完全にファンだからそれは人脈とは呼ばんよねって感じだよねうもうそれを言っちゃってるみたいなもんですもんねファ,ンんファンレイヤーですよっていう,そ,うそっちのルートで言っちゃダメだよっていう,うんだからよくツイッターとか DM でどうしてもお会いしたいですとかってあるけど お会いしててもも何変わらよっこれ石丸慎二さん昨日かなんかツイッターで高校生の生配信で石丸さんと対談するために頑張りますみたいなのが来た時に普通のね政治家の人だったら「頑張れよ」みたいな「いつかね」みたいに言うんだけど石丸さんは「しません」みたいなそのルートで「ごめんそのルートで来ちゃダメだよ」みたいなそっちで行っちゃって。 僕はしないしなんか <laughs> そ,それファンとしてになっちゃうから <laughs>、うん、そういう頑張り方じゃないよっていうのはもうまさにそうそうそういやもう本当そうよ本当につなぐ例えばじゃあ美濃さんとつながりたかったら美輪、うん、さんからも必要されている人になった時にもちろんこれが人脈だよってことですよね、うん、だから、うん、なんかそのご飯屋さんとかで、うん、芸能人の人スポーツ選手とか経営者とかいてもうん、うん、どうしても もう断れないとかだなんか人間関係があるのは別だけどうん、うん、皆さん誰だと司会しましょうかとかって気遣って言ってくるで僕がすごい好きな人でもうん、うん、その時僕が相手に何もしてあげられないなって思ったらうん、うん、あ今はいいですっていう,うーいやほんとこれですよね、うん、だ,そだからサラリーマンとかのうちにじゃあ社長とこう例えばじゃあ名刺を交換したとしても、うんうん、社長からすると「うん」 頑張ってね、終わりみたいな感じになっちゃうんですよね。だから俺、講演会とか行ってさ、もう本当生意気な話だけど、ずらーっとさ、青年会議所とか商工会議所だと、名刺の列できんじゃん。俺、もう、毎回、あもらっても意味ないんで帰りますってって帰る。マジで意味ない。あれ、失礼だよね、逆もらって。いや、あれ、絶対に捨てるわけじゃないですか、俺だって絶対に、旅館の、そなよ。名刺がもう、かなり、 謎の紙になっちゃいますよね、今は本当謎の紙で、で、SNS、あの、フォローしてもらうのは勝手だけど、うん、たまにさ、超めんどくさいさ、フォローしてくださいっていうやつ。それは結構すごい強いですね、<laughs> ねいるよ、いるよ。そこまで言えるのはなかなか、ま、まあ、そこまでいかなくても、あの、<laughs> あ、フォローさせていただきました、ねい。いるいる。それで、うん,、うんうんうん。でって感じ。<laughs> いや、マジで、それ、僕とかが、その、調子乗ってるわけじゃなくて、当然僕にもそのフェーズはあって、その時は常に相手にとって、何ができるかって考えて、例えば、堀江門と最初に会った時なんて、まあ、出版社の社員っていうのがあったから、その、本を作って、リマスっていうのは、 相当強いできることだよねそのしかもでも堀江ンの本出すまであの実績があったわけじゃないから、うん、とにかく時間だけだよね相手に与えられるのないみんな忙しいじゃん堀江ンと俺だったら堀江エの100ある時間のうち1身の輪のことを考えるとしたら100ある時間のうち100考えるってなったらうん、うん、多少釣り合うかもしれないよね。 全部堀江門のために、堀江門が読めない本を読む、堀江門が行けない場所に行って、堀江門が知りたいである情報を持ってくる、<ー>全部やって、たまに会った時、わって喋れば、うん、こいつ面白いなって、なるかなこれですね、うん。それは1しかない、100対1の関係で全く釣り合ってないけど、うん、こっちが100倍頑張れば、うん、時間を作れば、ギリギリ近づけるかなみたいな。 若いい時時は時間しかないよねいそうですよね、うん、だあのすごいとされる人がいたら、うん、自分がその人に必要とさ,される部分がちょっとでも作れるんであれば、うん、ちょっとだけ可能性あるかもっていう感じ時間をいただいたただりすするわけですからね時間,時間しかカードがなくて、うん、そこで仕事で結果出してきたりすると仕事の能力になるし能力があるとあいつ売れる本作れるらしいよってなると、うん、まあ逆にいろんな人からえ こんな人も僕に連絡来るんだっていうふうに変わっていくわけじゃん。うんうん、でそうするとこっちも人間関係がダーってできてうん、うん、気づいたらあの偉そうだけど、まあ、近いコミュニティに自然で行って、うん、友達のようにあのいろんなことをお願いし合う関係になるって今それで箕輪さんこうできたじゃないですか、うん、いろいろ友達がいて。うんうん これはだからもう完全にその本もう今作るわけじゃないじゃないですか、うん、作らなかったとしても、うん、なんかこうじゃあ皆さんこれやりたいんだよねって言ったら賛同してくれる友達がいるかもしれないじゃないですか、うん、これは人脈ですよね完全に、うん、なんかねこうまあこれが SNS とかでまたより強くなったのかもしれないけど 1> 1個どの業界でもどのジャンルでも1個超えちゃうと全員友達みたいな感じで特殊能力1個持ってる友達同士みたいな感じなのだから俺の場合まあなんか本 SNS、うん、ラーメンサウナみたいなあラーメンもあったでそうすると全くそのことを知らない人が、うん、このサウナ予約したいんだけどと<ー>言ったらあそれ知り合いですとかも言えるかもしれないなるほど,なるほど とかまあ本も僕が作るにせよ作らないにせよ、うん、ああのじゃあ編集者優秀なんで紹介しますねとか、うん、まあまあそれに限らずだけどそれなりに持ってて、うん、でそれでみんなで協力し合う感じだよね。あなるほど。うん、これ前提としてなんかじ自分で何て言うか、うん、自分をこう満たせているって言ったらあれですけどなんかこう、うん、人からなんかもらわないと生きていけない状態の人って とかかがいいたりすするじゃなで究極系が DM であのお金貸してくれませんかって言ってるじゃないですか, <laughs> だかそ,そういうのからこうだんだんこう人に与えられる状態というか特殊能力があって自分も潤ってるし、うんまあ、人に何かしてあげられる状態の人たちでそれが一線をこう超えた人たちみたいなイメージなんですかね、うん、でも分かるよね、うん、その 俺もマジで泣かないときに、藤田さんとかに DM 送って、すげえ。あの、飲み行きましょうよとか言う <laughs> あれそれ出身だったんだ。<laughs> それやってたんだ。やってたあ,あれ藤田さん毎回返信くれたよ。え、マジっすかまあ、知らん。これ言っちゃうとみんな DM しちゃうから、ちょっと。もう今ね、そんなライトじゃなかったけど、<laughs> 10年前とかで。そういう時代も。うん。 あっ,あったっていうでもそれは何か、飲みに行きましょう。<laughs> やればやばいな。ちょっと今、うん、難しいみたいな編集をらったりすごいですね、うん、で,でも、うりさんとかだ。<ー>だから、最初そのレベルよね。なるほど。まあ、そこ出身でも、だんだん。ひろゆきなんて、早稲田祭で握手したんだから、おい <laughs> <あ>、ひろゆきって言って。あ <laughs> じゃ、ひろゆきさんの方が全然先にこう、見えさんになってて。もちろん。ひろゆきさんなんてだって、ホリエモンとほぼ同世代、<あ>50代ですとかでしょあそあ。そっか。なんかイメージ、なんか、僕、うん、なんかね、同じくらいに。ひろゆきさんなんて3回ぐらい、3回当たってんだから。いや、すごい。俺の時二ちゃんで有名な管理人だったのあ、そっか。俺初めて握手した有名人ひろゆきだから。あ、じゃあ結構好きだったんですね。<laughs> 好きだった。 いやなんかエモいな、その話。だから、そのマセダさんは、ひろゆきと握手して、ホリエモンの、うん、あの、公演、トークイベント行ってたもん。ああ、だからやっぱ、最初は、その、ファ,ファンからスタートして、うん、でも自分も実力をつけて、うん、つけて、それで握手したりしてるけど、まあ、当然相手にされない。ああ<ー>、その時は。で、うん、運もあって、出版社入って、本を作って、うん、作れるっていう立場にはなった。ああ<ー>。で、そこで、一、 もう一回のチャンスでこういう本作りたいってプレゼンして OK もらって、100の時間、堀江門なり健条さんなりに使って、うんうん、あ、こいついいなってなるっていうのを積み重ね続けてきてって感じだよね。 お前すっ飛ばすんじゃねえよ。なるほど。そ <laughs> <laughs> いきなり飲みにはいけねえぞっていうね。ひろゆきさん、その握手した時のこととか覚えてたのかなあ、何回か言ってるけど、もうあんな感じああ、確かに前言ってましたね <laughs>。でもさ、飲みにはいけるかもしれないのよ。ワンチャン。あーあ、そっかそっか。行っても。意味がないよって話。うん、確かに。うん、で、飲みましたっつって、その写真をツイッターのアイコンにしちゃダメだよっていうこと。 まあ知ってもいいんだけど、何も繋がんないよね。<laughs> いやそうです、ね、あっちからお願いされる立場になんないと。いやー、だその人からお願いされる人になって初めて、そう。人脈っぽいものがんお願いされてお願いすることが初めてできるんだから。いやー、これめっちゃいい話ですね。うん、今、異業種交流会とかで名刺配ってる人はもう、 ダメ同士でしょダメ同士が交換し合ってどうするのって話です <laughs> でも本いやでもあれ商品の売り合いなんですよねあれでしょだからでも異業種交流会でも、うん、なんか俺の顧問の飲み会とか、うん、本当に仕事発生してんのああそ,それは何でかっていうと 月3十万俺に負担なく払えるっていうハードルを超えてる時点で年商数億はあるのよっていう人ってまともな人だか,だからそういうある程度スクリーニングがある交流会は意味あるけどただなんかよくわかんないみんな集まってるみたいなとこは本当に持ってないもの同士が。 奪い合いい合に来てるから地獄よやばいす <laughs> ノラの異業種交流がほんと怖かったっすね <laughs> 保険の営業かネットワークビジネスかの売り合いになっちゃうんでね本当は与え合いが人脈だからね素晴らしいなこれ本当に林さんなんて会った初めて会った瞬間「皆さん1,000万あ顧問入らせてください」って言って「<ー>いや俺30万しかやってないんよって言ったら「<laughs> ダメだ俺は1,000万払いたい」って言って。 その瞬間に払ってきたからね分かりやすくそれでまず表現してるけど表現して林さんなんてばーって有名になったから、うん、別に俺なんてその,あの相手の一人だと思うけど、うん、一応ビジネスインフルエンサーとして抑えときたいみたいな、うん、いろいろ頼むことがあるかもしれないみたいなことだったんだと思うんだよねあの人にとって1000なんて安いし、うん、で一応俺も1000万さ振り込まれたらさ、うんあの「この日空いてますか?」って言われてたらさ、うん ね、さすがにさすがに別に林さん好きだしさ変方性の法則ですねそうそういやしかもこう林さんいるとわかりますけど人を楽しませようとしてもそ<う>増えますよ、ね、一緒にせんねっても毎回俺がいい話だから呼んでんのまあ必ず得てもらえるなっていう俺がお金的に得するとか本当に会いたかった人とか、うん、本として売れそうな人とかを 紹介するだけででもそういう人ではね全員ああそうですねんかさすごい人でさご飯連れてったりいきなり呼ばれてさうわ奪われたって思うことあんまなくない確かにそのギバーというか言い方与えてくれるまあこいつはこれ喜ぶだろうなっていう感覚が優れてないと喜ばし合いじゃんある意味本当の人間関係いやそうっす営業セールスとか営業とかとも似てますよね普通に。 これ、いや、これ、みんなおど驚かしたい、喜ばせたいって人たちの時間の奪い合いで、うん、で、本当にそれがない人は、お金ください、リツイーとしてください、い<や>みたいな。うん、その信用をください、<laughs> お金をくださいって言ってるのを与えられる。だ学生まではじゃあ、よしとしますか、あの、DM で、すみません、僕、オーダースーツやってるんで、スーツ僕から買ってくださいとか、めっちゃ、DM とか、絵を買ってくださいとか。 来るんでですすけど、まあ、それは大学生まま許しますかじゃあ全然いつまででも許ですけど <laughs> 無理じゃない,いや常に相手のメリットを考えないとねって感じだよねこれは、ね、だって100万払うならちょっつっ全然いいでしょいやた確かにこれでもマジで人脈作りたいとかいう人はこの動画見てくださいって言うようにしようか、ね、言っても分かんないんだよね人って、はあ、俺散々んんサロンとかあの若者とかとやって わかって、もうすごい、うん、まあ、まあそうっすね。なんか感動しました、この動画とか、この本のこの部分好きですって言ってるやつがやってたりするからね。わ、うん、<laughs> かる。そうですね。やっぱもう痛い目、<laughs> 自分で体験して、そうね。直言われるか、あと、人間と本当に弟子入りみたいにしないと分かんないだろうね。一緒に働かないと。これね、本当、メンター、メンターいますなんか師匠みたいな。でも、玄城<の>さん、堀江ン とかじゃないやっぱその、ハッとする人、師匠みたいなのを見つけるって、うん、本当人生変わるなって思うんですよ、ね。思う。だってまだに、やっぱ、健常さんと会うと、一個一個の仕事、この細かさでやるの、すごいなって、毎回、あ、うん、あ、やってないな、うん、俺って思うし、えー、ホリエモンと会うと、本当に時間、全部、24時間使い切んなって思う。<ー>だって目的地に5分前に到着しちゃって、よし、配信やろう、ミノワとか。 えーす,すごいよ。24時間しかもそれも今結果を出してる人が5分をそれ使ってるんですもんね。うん、今も。使ってる。で、酔っ払ってもう寝ようっていう時に YouTube 撮ろうって言って神山さん DMM400 億いっちゃいましたみたいな。 の2人で撮って神山さんに怒られも今その状態の人たちがそういうことしてる中でその人たちから時間とかお金をもらおうとしたりしてるっていうことがまあ気づいて自分をこうどんどん人に何かできること幸せにできることを磨いていかないと。 えだからやりがい搾取みたいに言われるし実際本当にそうなっちゃってる人もいるんだけど、うん、その人のコミュニティなり人間関係入ってやたら尽くすってことだよね、うん、でもなんか確かにそれってやりがい搾取じゃんっていう人がいて、うん、確かに尽くしてるだけで疲れ果てて消えちゃう若者って見てきたの、うんうん、あれあの子最近ないなみたいな、うん、多分それって本当に尽くせば何かリターンがあるって、うん、あ,のあまりにも、うん。 無視の精神すぎるんでやっぱりしたたかに自分のあのゲットしたいものなるほどこの人の本作りたいとか、うん、この人とこのプロジェクトやりたいとかっていうのはしたたかにありながらもその、うん、目的があって目的があってそこは別にやましい気持ちじゃなくて、うん、ちゃんと目的があって、うん、その自分になるために尽くすって感じなで、うん、だから1とかもらうために自分は100を使っていくっていう。 目的がないと100使ってゼロになっちゃうっていうことです、ね、そう、1は自分で考えなきゃいけなくて、うん、よくこの話すると誤解するのは、とにかく100与えたら1返ってくると思うんだけど、うん、いや、1はお前で考えろよって思う、うんあ。なるほど。何かしらくれるんでしょって思ってんじゃなくて、欲しいものは自分で考えろよみたいな。こ<れ>しかもその欲しいものも相手のメリットにならなきゃダメだよみたいな。 難しいのかな、そう<の>思うと。<laughs> まあそうですね、もちっちゃいとこからこう相手が求めてる、なんか普段からじゃ師匠についてたら、うん、師匠が喜ぶこととか、うん、師匠これだったらいいよって言ってくれんなとかわかるじゃないですか。かるかる。この時間帯だったらとか、ね、で、それと自分の進めるなっていうものを全くそうこ。これでいいっすかって,ってあ、いいよって。全くそう。さすが。<laughs> だからホリエモンとか、 はもう飲んでる時だったら絶対 OK だから <laughs> こ,れこれやってきますねっつってだもん <laughs> そ,うそういうふうにやらないとさすがに取,取られてるだけになっちゃいますもんねそういやーこれでも本当にみんな本当に分かってほしい内容ですねこれは分かってほしいしこれが分かんないとあのどうしようもないというか、うん、そのピンポイントの単発案件はあっても、うん、この 人的資本から社会資本へっていう方にはいけないよね。やっぱり本当に40代から仕事をやるのは、うんあの、一番大事なのは、うん、そこの人間関係だからね。誰かに何かを頼める。誰かから何かをお願いされるっていう。ある意味社会に参加、日本との人間社会に参加するうよういうことですよね。うん えめっちゃいいい話になりましたね最後確かに <laughs> いや本当に人脈をね気になってなんか出世できないとか人脈のせいにしちゃってる人とか、うん、何かつながりがあればどうにかなると思ってる人は、うん、まず与えられる人に自分がめちゃくちゃなることとそれともしかしたら偉い人と交換できるかもってところから目的を持って進んでいってほしいということでした。うん、いやありがとうございます 目覚めよ、日本人。